alright thank for chris's room checking guys much out you so much for out Chris room. 今日もね忙しい時にこのビデオを見てくれて本当にありがとう今日はですね恐怖やっぱ人生で出てくるよねでね恐怖がなくなる方法を一つ紹介したいんだよ今日はですね恐怖についてお話しできればと思いますやりたくない仕事をやっている時にやめたいんだけどこの オプションしかないとか慣れ方話している時に怒られたりして怖くなったりでね恐怖がなくなる方法を一つ紹介したいんだよで、ね、恐怖が襲ってきた時にぜひこれをやってみてくださいこれはもう知ってるだけでいいからこれしかない知ることしかできないみたいなことなんだよねそれはね世界世界は 二つあるんだよ。二つあるの。一つは愛が溢れてて、自然が美しくて。もう、本当に愛が溢れてる世界っていうのがあるのね。いや、もう、あなたはそのままで大丈夫。全部うまくいく。もう、うまくいってるのっていう世界が本当にあるのね。で、もう一つは怖い暗い世界があるんだよ。ね、この世界もリアルにあるんだよ。 でここは暴力を使ったり、ね、人,を人が人を奪い取るだます嘘をつく盗むやっちゃうお金を取る物が足りない自然を壊す環境を崩すゴミを捨てる、ね、でも別の世界もうこっちの世界はなんか日の出の世界な、ねね、光が美しい自然が美しい。もう止まってても時間は 本当に美しく感じてなんかね自然を見てるだけでね秋にね落ち葉が起きたら本当になんか恋をできるような美しい自然があってで光も美しく見えて人が本当に美しく見えてね風の強さ山のエネルギー海のエネルギーとか宇宙の素晴らしさ夜も綺麗なんだよ月が出ててさ星がキラキラしててで人を,人を大事にする自分も大事にされてて。 仲間ももいいてて家族もいて人間たちが幸せに住んでいる本当にある世界なんだよね子供を大切にする女性が美しくて女性を大切にする正しいこといいこといいっていうグッドネスっていうかねその世界あるでも反対側には人を騙したりね本当にね嘘を嘘をつくとかねそういう 怖いリアルな世界もあるんだよね。で、こっちがなんか光があんまりなくて、まあ僕はその日暮れの世界って呼んでるんだよね。光があんまりない世界。で、恐怖が来る時っていうのは、ね、いいものがある、いいことがある、大丈夫っていうのを知ってると、恐怖はなくなるんですよ。で、ちょっと。 まあ英語にすると「w r r i o r ね日本語にするとあの勇者とか,なんかファイターとか、ね、な,なんて言うんだっけ日本語で戦士戦士戦士、まあ、ちょっとね勇者とか戦士っていうとチャラいんだけどその恐怖が来る時にあなたはこのグッドの世界があるから 大丈夫なんですよでそれを知ってるとそのシールドみたいになるのねでこの真実の剣みたいなことで恐怖を切ることができるっていうのをちょっと説明したかったんですよ。でね今日ちょっとお伝,えかお伝えしたかったのはこの2つの世界があるっていうのを知ってもらいたかったんだよね。マジあるんですよ でこっちの世界にいるとこの幸せな、ね、日の出の世界にいるとえやっぱそのうまくいくんだよね本当に愛があふれててで奪い取るんじゃなくて分かち合うみたいな。で怖い時が、ね、出てくる時に自分はどの世界にいるんだっていうのを思うと相当楽になると思う。 で、このビデオで一番大切で僕が伝えたいのはその恐怖が出てくるとこの世界がなないいんんじゃゃかっって思っちゃうんだよね。でもそうじゃないんだよ。あるんだよ。大丈夫なんだよ。であなたはこの世界の人なんだよ。 でこの世界の人はこの日暮れの世界の人と知っていることも違うし行動も違うしだから距離取っといて距離置いといていいんだよ。ね、でこの世界はリアルにあるの。ね正月におばあちゃんがさおいしい料理出してくれるとかね子どもの笑顔の世界とか幸せな人たちがいるとかね自然が美しいとか本当にあるんだよ。ああなたはあなたたはのままで 大丈夫なんだよもう何かやって努力しないとこっちに行けないとかそういうことじゃないんだよねで本当にこの世界がある、ね、それを毎朝起きたらぜひ自分に伝えてみてください。ね夜寝る前にちょっと23分でもいいから目を閉じてこういう世界があって嬉しいなって大丈夫なんだってで本当にこれを知ってることだけで大丈夫だから。で今度 次の、そのトレーニングっていうのが、始まってくると思うんだよ。この恐怖が現れたときに、どうするかって。それについてもね、ぜひ今後、話していきたいと思っています。ね、例えば恐怖が出てきたら、ね、これ知らないで恐怖のままだと。恐怖が、恐怖の皮みたいに、恐怖が皮だったら、恐怖の皮の中に入ってる溺れちゃうんだよね。恐怖がいっぱいあって、うわあって感情的に何なんだこれって怖くなっちゃう。でも、こういうことを知っていると。 あ今恐怖が来てるなって言って溺れてるかもしれないんだけど今恐怖でで溺れててるるなっていううこととが理解できると思うんだよねで今度その次のレベルっていうのがあって恐怖が来るときに怖いのが来るときにあ怖い川が来てるなって言ってギリギリその水の川からまあ首出,す出せることができるようになるんだよね。 で今度ちょっと上半身を恐怖から出すことができてで今度恐怖が来たら実際に川から抜けてで川の横からうわ恐怖が来てた怖えー、みたいなことができるんだよねで。こういうのをもうちょっと勉強していると恐怖が来る前に川からもう出ちゃって恐怖がそろそろ来るぞっていうのが分かるんだよ。だから恐怖から抜け出したいんだったら不安から抜け出したいんだったら恐怖の専門家恐怖の勉強をすることが大切になってくるんだよね。 恐怖が何をやったら恐怖がパーって頭の中で出てくるのか心の中で出てくるのかで現れてる時の時間もあるんだよねグワって現れてくるどういうふうに現れてくるでバーンって現れたらどういう感じになるのかっていう感じで恐怖から一歩距離を置いて恐怖を見れるようになるとこれはこの日,日暮れの世界の考えだな。 真実じゃないっていうのが分かって自分の心をこの愛があふれる幸せな世界大丈夫だっていう世界に置きながら、ね、今度それができるようになるとこの恐怖の中の人たち恐怖の中の人たちを手伝うことができる助けることができる、ね、でそしてまあね恐怖がなくなっていく世界を 作っていいくその真実っていうかそっちにフォーカスすることができるで、そうなると自分の中にはその自分の仕事も何かそのために役になっていくっていうことになってくれる,とくる人も中にはいると思うんだよね。だからもっと自分が何かの役で世界を変えていきたいもっと幸せな人を増やしていきたい痛みがなくなる世界を 現実にしていきたいっていうのは本当に素晴らしいことで,でそれはもう本当にその世界があるんだよねそうやって生きている人たちもいるんだよ。でこの自分があっそうなんだって思ったらもう本当にそこを考えるだけで,でじ自分をそのままで受け取って自分を愛すること。 自分を好きになること。何かミスったら自分が悪いっていう考えじゃなくて自分はこの時ミスったなってなってでその何でミスったのかっていう原因を入っていくのね例えば例えばねよくあるのは怒っちゃうっていうのがよくあるわけよ。ね。怒るっていうのは何で人は怒ると思う 実はね3つのの段階のレベルがあるんですよ怒るっていうのが一番上ねで怒る下にね痛いのがあるので痛みの下に恐怖があるのねでなんで人が怒るかっていうとねこの幸せな世界があるっていうことを 知らないと人は怒っちゃうんだよね結論的に言うと簡単に言うと怒る方が楽なのね例えば上司がなんか部下に仕事を頼んで,で部下がミスるじゃんそうすると上司が「なんでお前できないんだよ!」って怒るじゃん、ね、しょっちゅう怒るじゃん「お前ほんとできねえやつだな」とか「このぐらいできねえのかよ!」って怒るじゃん。なんでその上司は怒る、ね、怒る理由は結構深いのよ。 例えばその部下がしっかり仕事をやらないと上司が悪く見えちゃうとか、ね、特に営業先に行って上司がプレゼン資料をしっかり準備してなかったら「お前早くやれよ」って言ってなぜかというとその取引先の人が上司が悪い人だって思っちゃうかもって自分の心の中で思ってるわけよね。でもさ so why? So why? 取引先が 自分ができない人だって思っても何なのさらに一つ深く入っていくわけよいや、取引先が僕がしっかり仕事できないって思ったらこの会社がダメだって思われちゃうかもしれないね。でももっと深くいくと自分がダメだって思われちゃうかもしれないでもっと深くいくと自分はダメだって思われたくない でもっと深くいくと自分はダメだって自分が思っているとかでもっと深くいくと自分はダメなんだ、ね、でもっと深くいくとそれを手放すとこの「大丈夫なんだ」っていうところにたどり着けるんだけど一番深い味噌にあるねそこに行けるんだけどその前にこの痛いところをね 痛いわけよ部下がなんかしっかり仕事できないとで怒ってる方が楽なんだよねでもその下に入って何で怒るんだろう僕はこう思われたくないんだ何で僕はそう思われたくないの実は自分が本当にねこういうことができないって実は本当は思ってるかもしれないそこの恐怖の中に入っていく痛みを超えて恐怖の中に入っていくと本当の真実自分の Vulnerability Vul それが見えるんだよねそのピュアな自分が。 でそのピュアな自分でいいんだよっていう逆にそれ以上できないんだよ本当は、ね、自分で何か変なのを作らなくて自分のイメージとかを作らなくていいんだよねうん、うん、なので本当に今日お伝えしたかったメッセージはこの恐怖が現れてくるから、ね、本当にやりたいことをやっていこうなんてね 好きなことを仕事にしようとかやろうってそうすると本当に恐怖が出てきてそんなのお前無理だよとかそんなのできないよっていうでもそういう考えとそうじゃない世界もあるからそういう世界じゃなくて本当にいい素晴らしい自然が美しい子どもの笑顔が美しい愛がいっぱいあって人を大切にして人を助けて。 自然を大切にして生きていけるっていうこういう世界も存在しているんですよねなのでそれを忘れないでください Alright l ちょっとね恐怖恐怖自身で、ね、面白いビデオでねんな今後もねいろんなビデオをアップしていきたいなと思っています Alright thank you so much for checking out this video and I will see you in the next video I love you guys 本当にありがとうじゃあね